東京学芸大学から参りました、ゆういちと申します。自分の良さって結局じゃあどこにあるんですか、なんだろうって考えてる時に話がスーって流れちゃうとかはあるから、自分から言ってもらえると面接官わざわざこう深掘られなくても、あ、そんなに頑張ってきたんだっていう具体的なこう数値から頑張りが見えてきたりするから、結構気にしないのが、まあ、時計の付け方とか、ボタンジャケットの付け方とか、あとは緊張してる？いや、もう緊張しすぎて、なんかさっきペットボトルのキャップ閉められなくて。メイケンのあかりです。本日はいよいよ夏秋インターンの選考も本格化してきたということで、模擬面接対面編をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、ウェブ編はあかりちゃんでやっていったので、今日はもう対面編ということでね、ゆういちくんにバッチリやってもらおうと思います。はい、頑張ります。よろしくお願いします。緊張してる？いや、もう緊張しすぎて、なんかさっきペットボトルのキャップ閉められなくて。練習だからね、もうあくまで練習だと思って、ね、まあ、いいフィードバックができるようにね、うん、我々も頑張るので頑張りましょう。ちなみにお二人は対面面接受けましたか？私は夏インターンの時期とかは正直対面の面接受けたことなくって、うん、始まったのは冬インターンの時期とか、あとは本選考とかはね、うん、やっぱりあの面接ほぼ対面だったから、うん、冬以降は増えてくるのかなって思う、うん、やっぱそうだよね。僕もそうで、うん、サマーの面接は結構オンライン本当多かったけど、8月9月にも僕本選考参加してて、うん、それもやっぱ最終に近づいてくると対面面接が増えるってイメージだからね、うん、だからやっぱさ、一番緊張するところで対面が急にドンって入ってくるから、うん、やっぱ練習もしづらいし経験も踏みにくいから、これすごい大変だよね。全く多分初めてぐらいの、うん、入るところからね、いろんな作法があったりとか、はい、なんかこれはダメ、あれはいいみたいなのもあったりするので、うん、ちょっとね、今日はいっぱい練習も兼ねてね、うん、頑張りましょう。ちなみに対面で受けた面接ってどんな企業さんでしたか？私は結構デベロッパーの秋冬選考で一社は対面で受けてたりとか、うん、他は正直なかったんだけど。あ、そうなんだ。ゆうとくんどうだった？まあ、結構コンサルを僕は受けてて、コンサルの最終はほぼ 100% で対面面接で、例えばベイカレさんとかはもうすごい綺麗なオフィスに行ってもう緊張しながら受けたりとか、あとはシンプレックスさんも同じ虎ノ門にあって、もうそれも同じくね、綺麗なビルだから、え、高みたいな、すごい緊張しながら受けに行ったりとか、あとはコンサルだとエムソルさんとか日本の本社まで行って、すごいなんか暑いし緊張して汗かきながらすごい受けたのを覚えてるね。じゃあ全然業界によっても対面面接あったりなかったり、結構ばらつきがあるんですね。そうかもしんないね。通信系の業界とか IT 系の業界って結構社員さんだったりとかが最終面接してくれることが多くて、通信系の社員さんって結構オンラインでワークしてる人が多いから、結構最終でもあの対面じゃなくて Zoom、 これ結構あって、例えば日本タタコンサルタンシーサービスさんとかは最終面接全然オンラインだったし、もうそこは多分会社によって結構思考が違うのかな。そうなんですね。ちなみにウェブ面接編は私がやっているので、ぜひそちらもご覧ください。はい、今日は僕が面接を、していただくということで、全然面接経験はないんですけれども、あの先輩のお二方にあの鋭いフィードバックをいただけたなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本編を見ていきましょう。失礼いたします。どうぞ。失礼いたします。よろしくお願いします。じゃあ座ってください。はい、失礼いたします。はい、ということで本日は面接をお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はじめにゆういちさんの簡単な自己紹介をお願いします。東京学芸大学から参りました、ゆういちと申します。私は栃木県の宇都宮市というところ出身でして、結構全国的にも珍しい公立の男子校出身でずっとやってきました。で、高校まで12年間野球を続けておりまして、あの熱い男たちと甲子園を目指しておりました。で、進学を機にですね、上京いたしまして、そこではですね、野球はやめてしまったんですけれども、新しく音楽活動でアカペラサークルに入ったりだとか、学生カフェの運営をしたり、就活系の YouTube を作っているベンチャー企業さんに長期インターンしたりと、さまざまなことに、はい、取り組んでおります。本日は貴重な時間いただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速、ゆういちさんの学生時代に一番頑張ったこと、これって何ですか？私自身一番頑張ったこととしては、アカペラ活動を挙げたいと思っております。先ほど申し上げたんですけれども、12年間野球をしていたので、
全然こう音楽活動をやってこなかったんですね。でもずっと歌っていうのは好きで、まあ、いずれ歌を歌う活動してみようというところで実際アカペラサークルに入ったんですけれども、最初の練習でこう楽譜が配られて、もう楽譜も読めないしもう何もできないっていう状態で一回挫折しそうになったんですけれども、もうやるからにはまあ一番目指そうということで、その部内のライブで、ベストボーカリスト賞っていうのがあるんですけど、もうそれを4年間のうちに絶対取るっていうのを決めて行動して、あの無事に取れたっていうところが自分の一番頑張ったところで、はい、あります。ありがとうございます。まず初めに12年も野球やってたのに、はい、なんで辞めてアカペラサークル入っちゃったんですか？そこに関してはですね、ずっとこう12年間やってきて肘の方がちょっと限界を迎えてしまいまして、もう怪我で野球はできないというところで、まあ、ここはもう心機一転、ずるずるやるんではなくて新しくやってみたかったことを、まあ、やろうということで、まあ、アカペラサークルに入ったという経緯になります。ありがとうございます。じゃあそんな初めてやるアカペラサークルでやっぱり最初は難しいのかなと思うんですけど、まあ、最初どんな困難があってそれを乗り越えるためにどんなことをしたか、これを教えてもらってもいいですか？まず一番の課題としてはまず楽譜も読めないし音楽をやったことないというところで、スタートの差っていうのをすごく感じてまして、結構周りは吹奏楽部出身だったりとか、まあ、合唱部出身だったりっていうのがすごく多い中で、まあ、自分が何ができるかって考えた時に、もう一番はその恥を捨てるっていうのがすごく大事だと思ってまして、結構自分自身こう野球の本当に上下関係厳しいところでやってきたんですけど、そこは大学入ってから結構ガラッと変えて、先輩にどんどん毎日 LINE して今日何時に部室来ますかとか言って練習をいっぱい手伝っていただいたり、あとはもう上手い後輩とかがいたらもうその子にもいつもどうやって歌ってるのとか、どん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 コミュニケーションを取って、まあ、自分のレベルを上げていくってところに注力しました。ってことはその場にいるもともと経験者たちの知恵を使って自分は練習していったってことなんですね。じゃあそれを踏まえてじゃあなんで成功できたんですかね？一番はですね、もう仲間の存在っていうのがありまして、アカペラってそのカラオケみたいに一人で歌って点数で勝負とかっていうものではないんですね。基本的に 5,6 人が一グループになってもう何年も一緒にやっていくっていう活動なんですけれども、まあ、その中で練習で和音が合わなかったとかっていう時に誰のせいなのかっていう問題が出てくるんですけど、もちろん一人一人に問題点はあるんですけど、それをまず見つけるところもみんなで話し合って、いろいろコーラスっていうのがあってその高さがあるんですけど、ちょっと今サードコーラスの子がちょっと早くなったねとか、チームで話し合って作り上げていくっていうところで、自分がベストボーカル賞を取れたのもその仲間と本当に話し合ってその作り上げた、その成果がベストボーカル賞につながったというふうに考えています。じゃあまあいろいろ聞いてきましたけど、結局自分はどんなことができて自分の良さって結局じゃあどこにあるんですかね？2つあると思ってまして、1つはもう協調性というところで、歌を歌う人って結構こう自己主張が激しい方が多いんですね。でもアカペラっていいものを作るにはそれではなし得ないと思っていまして、このチーム全体でどこを目指しているのかみたいなところをみんなで共有していく、でそういう共有する環境を作るために日頃のコミュニケーションを大切にしたりとか、まあ、みんなでちょっと打ち上げを行ってみたりとか、そういう日々のコミュニケーションに気をつけていたっていうのが1点で、もう1つは行動力というところで、自分生意気な1年生でもうどん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 先輩に聞きに行くとか結構無礼だと思うんですけど、もうそこは本当にコミュニケーション気にしつつも、まあ、自分が先輩の立場になってこう後輩からどんどん来てくれると結構嬉しいと思うんですよ。でそれをまあ思って自分もどん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 他の人にアタックしてって、まあ、自分ってこういう人間ですよとか、こんな風に頑張りたいですっていうのを伝えることによって、まあ、自分のレベルが上がっていったかなという感じです。まあ、正直な感想を言うと、まあ、雄一さんだけがやってるものじゃないのかなと思ってて、うん、僕も多分最初入ったら、まあ、反省会参加するし主体的にやると思うし、雄一さん独自の工夫っていうか、なんか他の人には絶対に負けない思いとか、他の人よりもここが僕は勝ってるんだ、だからベストになったんだってポイントってありますか？前提条件として まず自分には音楽の知識がないっていうところにすごくビハインドを感じてまして、でそこを伸ばすっていうのは結構難しいと思うんです。で4年間5年間通してある程度は上がったんですけども、それよりも自分が一番意識してるのは歌詞解釈っていうところにすごく重きを置いておりまして、まあ、その作詞家さんとか作曲家がどういう気持ちでこれを作ったのかっていうのを自分でも理解しますし、それを周りにちゃんと共有して全員の解釈が一致してないといい音楽ってできないので、まあ、そういうところをすごく気をつけていたりはしてました。じゃあ今話してたような協調性とか主体性って会社に入ったらどういうふうに活かせますかね？はい、まあ、いろいろなプロジェクトを任せていただくことも多分これからあると思うんですけれども、まあ、自分一人で何かができるっていうのは本当に全く思ってなくて、で自分がもしなんかリーダーとか任されたとしても、もう本当に周りの人に意見を聞いていろんな話を本当に素直に聞けるっていうのが自分のいいところだと思ってますので、そういう吸収力っていうところを生かして仕事したいなというふうに思っております。ありがとうございます。はい、ということで
模擬面接お疲れ様でした。ありがとうございました。いやすごかったね、うん、自分たちで聞いといてなんだけど、まあ、バシバシ聞いててもやっぱレスポンスの速さっていうのがまず一つ一番速かったし、ディフェンス力すごい強いなと思ったんで、そこはバッチシだと思います、うん。まあ、まず僕が一番思ったのはやっぱ単語を出すときに結構ね専門用語とか、まあ、正直聞きなじみのない和音とか歌詞解釈かとかって初めてパッと聞いたときに何だろうって考えてるときに話がスーって流れちゃうとかはあるから、まあその相手が知ってるような言葉とか分かりやすく説明するって結構大事だなっていうのがまず一つかなってところで、まあ、僕も結構よくされた質問なんだけど、やっぱみんな協調性、主体性、自分やる気あります、これのアピールをみんな絶対するんだけど、例えば1000人面接したら多分800人は同じこと言ってるから、それでお前何やれるんって多分みんな思うんだよね。うん、うん、だからそういう意味であえて初めに聞いて、で結局じゃあお前会社で何やれるのって言った時に、まあ話の流れとして、まあ、歌詞解釈の話から、うん、じゃあ自分がやれること何ですかって言った時に、うん、やっぱそこちょっと繋がんなかったな。なんかそこを歌詞解釈だけじゃなくて周りの人と差をつけるために、うん、なんでこういう思いがあって歌詞解釈をしました、うん、そしたら結果がうまくいきましたっていう、この課題を解決するプロセスをアピールしておくと、うん、その後会社で何できるんって聞かれた時に、まあ、そういう風なプロセスを持って、うん、何も知らないところに入っても、うん、僕こんなことできますってっていうアピールになるから、うん、まあ、そういう話のつながりはちょっとね面接官がやっぱ聞くから意識しづらいけど、なるべく自分が主導権握ってテンポよく答えれるようにしとくといいかもなっていう、うん、あえてそういうネガティブなフィードバックだけど、うん、こんな感じかな。ありがとうございます、うん。もう一個なんかやっぱ具体的なサークルの規模感だったりとか、はい、あとはバンドの数とかは最初に言っておくといいかなと思ってて、はい、そのボーカリストショーがどれぐらいすごいショーなのかだったりとか、うん、あとは大体何年生が取るものなのかだったりとか、うん、あとはゆういちくん自身が何年生の時に取ったのかだったりとか、うん、自分から言ってもらえると面接官わざわざこう深掘られなくても、あ、そんなに頑張ってきたんだっていう具体的なこう数値から頑張りが見えてきたりするから、そういったところはうまくね最初の紹介の部分だったりとかで盛り込んであげられるといいのかなっていうふうに思うかな。賞を取ったこと自体じゃなくて、こんなことをしてこんな賞を取ったんだっていうそのプロセスと本質の部分をアピールすると、その後の質問にこんなことがあったのでっていうつなげやすいから、やっぱそこを喋るといいかもしれないね。まあ26卒としてあかりちゃんは聞いててどうでした？いやもうすごくてレスポンスも早いし、でなんかかつこう質問内容結構飛んじゃったりってよくあるじゃないですか。なんかちゃんとしっかり自分の中で噛み砕いた後に話せてたっていうのがすごいなって思いました。そうだね、やっぱ聞いたことに対して答えてほしいことってやっぱある程度はあって、そこに沿ってはいたから、すごい回答は的を得てたなってすごい思ったね。そこは自分でもすごく意識してました、はい。あとはこうメンバーへの思いだったりとか、こうバンドへの思いだったりとか、アカペラへの思いだったりとか、初挑戦っていうことに対する思いみたいなところがすごくすごくよく伝わってきて、それを自分からこうあのさらさらこう質問 の, あの回答に交えながら話せるってすごいなっていうふうに思ったから、結構ゆういちくんの雰囲気だったりとか頑張る姿勢だったりとか、あとは強みみたいなところも結構伝わってきたかなって私は感じた。これを伝える方法は、まあ、ゆういちくん自然にやれてたけど、相手の目を見てで笑顔でなんかアドバイス受けた時に余計にあはい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 じゃなくて、うん、うんっていうこのちゃんとしたテンポで受け止めてる雰囲気を出すって結構大事で、すごいそれができてたから、多分面接官越しの絵を見るとゆういちくんのねそういう絵が見れるので、ぜひ皆さんも参考にしていただけたらと思います、ありがとうございます。先輩方フィードバックありがとうございました。はい、ということで、まあいろいろね大変だったと思いますけど、今日はどうでした？そうですね、すごく分かったことが一つあって、やっぱ面接って自分がこういうことやってきましたとか、こんなことできますみたいな自分を売り込む場だと思うんですけど、自分のこう経歴を結構話しちゃって、結局でも人事の人が聞きたいのってうちに入ったら何ができるっていう、さっきフィードバックでもいただいたと思うんですけど、エピソードの再現性ってすごい大事だなって今痛感してて、やっぱそこの個別の事象で起きたあの自分の頑張りとかをじゃあどうやって仕事に生かすかみたいな、そこの接続があると説得力も上がるし、すごく解像度も上がるかなというふうに思ったので、これから実践していきたいと思います。ありがとうございました。こんな感じでこのチャンネルでは皆さんにとって有益になる就活情報やリアルな就活現場をお届けしています。またメイケルの LINE 公式アカウントをリニューアルしまして、 ES 添削のサービスをスタートしました。イエーイ。先着10名完全無料で
最短翌日までにお返事します。ぜひ皆さん今のうちに通る ES をゲットしちゃいましょう。皆さんのチャンネル登録と高評価が励みになりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今回は対面面接編ということでしたが、ウェブ面接編も私が出演しているので、ぜひそちらも見てみてください。ではありがとうございました。ありがとうございました。いやー、お疲れ様でした。いや、すごかったね。いやいや、もう上手だよ。飽きそう